もう手を振り子のように使ってください。振り子のように。振り子ですよ、振り子。はい、健康だよ。一回この当て身で相手を止めます。いいですね。止めたらこれで簡単に相手を料理する。下からそれから腰で、このことをちょっと一緒に練習してみましょう。で、まあ、あの稽古するときに相手ともちろんやりますけども、こういう畳の目でも利用してください。直線の上に自分がいると想定して、そして当て身を下から今度打ちます。そうするとね、相手こういうふうになります。出の字、相手の方に膝が向いて、つま先が向いて、腰が向いています。その先に当て身があります、ね、自分の拳が。こちら側の後ろの足はこうはなってない。いいですか。相手を打ったときにこう、何歩腰が入ってもこうなったら全然相手に効果ないんですよね。こっちの腰が効いてない、体が相手から完全に外れてる。そうならないようにちゃんと相手の方向いて当て身を打つと、見てください、レの字になってます、足は。いいですか。こういう形で打つのが当て身です。体がちゃんと半身になって相手に向いている、ね、この状態を作るために自然体から下から当て身を打ちます。打った。これをお互いで、そう下から打つ。ちょっと二人一組になってお互いやってみましょう。はい、はい、このコンビニこう入ってくるんですけど、こう入ってくるんですけど、どっちが怖いですか。で、こう出てきますよ。この方が怖いですかね。視線から入って、ちょっと時間があるんですよ。入ってきてしばらくあるんで、パッと出した方が困ります。はい、何のためにこれをやるかというと、相手の目線の外側から唐突にこの手が現れたのなんです。なのでこの手を持ち上げてから打ったんではその効果が出ません。腰ダメというかな、相手と自然体で構えているこの状態で、相手の目線の外から振り子のようにパン打っていきます。強く打つ必要はないです。ここぐっと固める必要は全くないですからね。ふわっと出るのが一番怖いです。いいですか。ふわっ。そして打つときは相手のやっぱり正中線を外さないですよ。ちょっとやっぱりね、遠慮してこの辺を当てたりとか、相手がこうやって構えてくれてるから、じゃあそこに当てましょうか、こういう感じで打ってる人もいますけども、それではあんまり意味がないです。いいですか。しっかり相手の正中線、まあだから目線の中に入っていくわけだから、やっぱりその辺も体の中心、目のあたりにこの牽制を入れる、そういうつもりで持ってやってみましょう。こうっていうので、こう筋肉を固めて、何かこう上半身の筋肉の力で打つっていうことから一度入ると欲しかったんですね。振り子のように手を使って打つと思わせないような、そういう状態からパンと手が出ていく、この方が一番相手を牽制することができる。